名鉄杯は日本中央競馬会が中京競馬場で施行する中央競馬の特別競争である。名古屋鉄道より寄贈賞を受け2002年に創設された。この競争では名鉄の特急用車両で使用されているミュージックホーンをアレンジした独自のファンファーレが使用されており、発送前には名鉄ブラスバンド部によるファンファーレの生演奏が行われる。 同時に、ゴール地点に設置されている大型のモニター画面、ターフビジョンや、グリーンチャンネル中継画面では、場内の風景をバックに、7 0 0 0と1 0 0 0の新旧パノラマカーがすれ違う、CG 映像が流れるなど、GI 競争と同等あるいはそれ以上の演出が、なされている。これらの CG は、鉄道会社からの提案または、持ち込みで行われている。 2019年現在の中央競馬で専用の CG 映像を持つ競争は GI 以外では KO ハイスプリングカップ KO ハイニサイステークスのみ専用ファンファーレを持つ競争は東京層の他には宝塚記念のみである名鉄により本競争にちなんだキーホルダーも制作し数量限定で販売されている出走資格は サラブレッド系4歳以上の JRA 所属の競争馬 JRA に認定された地方所属の競争馬及び外国調教馬である。負担重量は別定である。JRA で行われる沿線大手私鉄5社の冠無理競争で唯一、グレード格付けなきオープン特別競争である。口述の通り、2019年の JRA における リステッド競争格付けの導入に伴い、名鉄杯もこのうちの一つとして指定された。しかし、翌2020年開催では、京都競馬場の改修工事に伴う開催日割りの大幅な変動を受け、従来 CBC 賞や中京記念などと、名鉄杯を施行していた夏季中京開催が、阪神競馬場に振り分けられることになった。 これに伴いダート1800メートルでのリステッド競争はジュライステークスと解消して阪神開催に組み込まれた。名鉄杯は高松の宮記念前日の土曜日である1回中京を7日目ダート1400メートルに番組を新設する形で移設される。2016年2017年に3月にオープン競争として施行していた。 夢水木ステークスと同様の内容である。なお、同盟の競争自体は1961年から存在し、東京、中山、福島など、思考条件及びコースを変えつつ1981年まで断続的に開催され、また1985年から1995年、2012年から2016年に、中京で、 1964年と2008年から2010年に、阪神で、それぞれ施行歴がある。2021年、2022年は、福島競馬場、ダート1700メートルで施行される。ありがとうございます。